はい、どうもこんばんは、ゾンタンです。クロノトリガーやっていきたいと思います。ここ女王の宮殿のお休みの間に勝手にズンズン入っていきます。お、姉上。あら、お帰りなさい。どうかしたの、ジャキ。黒い風が感じるのね、不吉な気を。大丈夫よ、心配いらないわ。さあ、これを持っていきなさい。持っていなさい。間違えなさんな。これ?お守りよ。もしもの時、邪気を守ってくれるよう、私の祈りが込められているわ。いつでも私がそばにいてあげられたらいいのだけれど、でも、母様の計画が。あんなやつ、母様じゃない。姿形は母様だけど中身は別のものだ。おお、見切ってるんだね。それでも私にはごめんなさい、ジャキ。ああ、分かってんだね、二人とも。失礼いたします、サラ様。誰か出てきた。道を譲った。女王様がお呼びです。至急回転神殿の方に降りていただきたいとのことです。わかりました。それじゃあ、ジャキ、行ってくるわね。あら、あなたたちは。サナ様、お急ぎください。遅れると私が女王様に。ええ、ごめんなさいね。おお、あなたたちはって終わっちゃったけど。無駄さ、アルファードは僕にしか懐かない。いやーって言ってる。アルファドなんだ、この子は。向こう行きなよ。心を閉ざしているな。もうちょっと、ほら、もうちょっとなんかこう、もうちょっと話そうよ、おじさんとさ。この赤髪の面白いねお兄さんと喋らないかい。すいません、ごめんなさい。こっち側はなんだ、誰かいるぞ。誰だ。サナ様のペンダントは魔人鬼と同じ赤き石から作られたのだそうです。サナ様がペンダントを手にして魔人鬼に祈ると不思議な輝きを放つそうですよ。やべえ、匂いがプンプンするぜ。むしろやべえ匂いしかしないぜ。魔人鬼のところが怖くて見に行ってないんだよね、そのネーミングの怖さからさ。ちょっとすまんね、魔人鬼の間にちょっと行ってみるわ。あ、なんかいる。あの預言者の気は憎しみと悲しみに満ちております。あのままではいずれ自らを滅ぼしてしまうことでしょう。自分の愛するものさえ道連れにして。なんだなんだ、惚れてるのか。旅のものを惚れてんのか。この先は魔人鬼の魔じゃ。すごい、気のみなぎりじゃな。さすがラボスエネルギー。うわー、エネルギーにしちゃってるよ。なるほどね。あなた方も魔人鬼を見にいらしたのですか。一応ね、やっぱり偉大なるラボス様のパワーのうねりビンビンきますよね。ああ、うるうる。ああ、もうラボスのひどさを分かってないんだね。あららららら、これはやべえな。あ、赤い。あ、でも何も触れない。魔人鬼を海底神殿に移せばラボス様からより強力なエネルギーを得ることができる。我ら光の民の最後の望み、不老不死も夢ではない。おお、偉大なる女王よ、我がジール王国は永遠などだ。あー、逆にラボスからこうエネルギーを得て、そうか、なくせばいいのか。ラボスのエネルギーをなくすこともできるんじゃないか。
これこそがジールの力の源、ラボス様の無限エネルギーを引き出し増幅する、増幅しちゃうの魔人機です。魔人機をコントロールするには引き出すエネルギーを制御できるだけの強い魔力が必要となります。三賢者様以外で魔人機を扱えるのは今ではもうサラ様だけです。あー、そういうことか。三賢者様が王家に伝わる赤き石よりこの魔人機を生み出されたのです。計画のリーダーの命の賢者様はラボス様についていろいろと研究されておりました。それでどうした。三賢者の一人命の賢者様は女王の計画に反対なさってから姿が見られなくなってしまった。まさかとは思うが、この説明をね、分担してやってくれるっていうね、これだけの人数がいる意味が分かったよ。魔人機が完成してから女王は別人のように冷たくなられてしまった。ここだけの話ですが、女王に逆らえば地の民だけでなく光の民も情け容赦なく消されてしまうという噂が。うわー、これが魔人機か。この赤い光がラボスのねえ、降ってくる時の光と一緒だよ。わー、見るからにやばいもんな。怖い怖い。というわけで、これは女王の間に行った方がいいっぽいな。あ、なんか見えた。おー、ああ、いけねえ。ダメだ。不思議。なんでだ。敵将、こんな扉一つに、手も足もベロも出ないと。ゾエルらしい。なるほど。同じようなペンダントだけど入れないんだ。女王が回転神殿に降りられるとかで、この間、その間、ここは誰一人取ることはできませんよ。あら、そのペンダントはサラ様のものとそっくりですね。サラ様が魔人機に祈るとペンダントが不思議な輝きを放つと聞きましたが、この封印の扉は外からは開きません。あー、サラ様のペンダントのような術を破る強力なエネ強力な鍵でもない限り。あー、同じこと言ってる。魔人機に乗ると。なるほど。これを持って魔人機のところに行けっていうことですね。ちょっと行ってみよう。なんかアクションしてくれればいいけど。お、やってくれた。おお、今このみんなこの状況を見てどう思った。おお、その輝きはまさしく賢者様たちがサラ様のために作られたもの。どうしてあなた方が。そうだよね、びっくりするよね。同じことしか言わなくなっちゃった。ああ、このここら辺の人たちは微動だにしないんだね。なるほど。それどころじゃないかんだね、このマレリーはね。よし、これで光を得たから先に進めるんじゃなかろうか。ちょっと先に寄りたいところがあるんだけどな。あ、出れない。女王が海底神殿に降りられるとかで、その間ここは誰一人通ることはできませんよ。やべえやべえやべえ、止められてるよ。今度はいけるでしょう。おお、ゾエラ行く、ガンガン行くぞゾル。さて、鬼が出るかジャガー出るか。
この3人のメンバー不思議だな。あれ、あ、女王だった。何者だ、お前たちどうやってここに入った。預言者だ女王、その者どもこそ私の警告した災いをなす者たちです。何、異国の者よ、お前たちも賢者とも同様このジールに立てつくというか、たわけた連中めが、ダルトン、そやつらを捕らえろ。は、心得まして。ゴーレーンおー、やべ、なんか出てきた、ダルトンゴーレーン。いきなりですか、いきなり来ましたね。機械ってなんか水に弱そうだな。いやー、そうなのかな。あ、ていうか死んじゃったじゃん、やべえ、どうするどうする。ちょっとまあ、噛みついてみる。硬そうだけれども、あ、雷効きますね。マネッコ、待て、あ、やっべえ、これちょっと待って、アテナの水でちょっと起こして、ちょっと待って、アイテムで回復させないと。すげえ不意をつかれたな。いや、でも雷効きますね。シャボンタックルはどうだろう、まねっこされるのか。ってことは物理攻撃でやった方がいいのかな。ちょっと一人で全力で切ってみますか。あ、最強モードだ。あれ、まあ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 あれ、まあまあ、アテナのビスが、あー、よかった、あった。よし、これの後にみんなを回復させて、ということは魔法でガンガンやってた方がいいんだね。やばいな、これ噛みつくわ。やべ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 、ちょっと待って、ちょっと待って、これはちょっと待って。しばらく回復に勤しまなければ。さすがダルトンゴーレム、えぐいな。あーっと、やばっ、バリアボールとかやった方がいいのかな。これじゃあ死ぬの時間の問題だぜ。いやー、ここは、いやこの状態でこれやったらどうなんだろうこれし、初めて死んじゃうんじゃない。あ、ミスったな、これミスりましたね。やべ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 、アイテム、とりあえずちょっとソイラだけでも、え、間違えた、エーテル使っちゃったおー、これ終わった、終わったか、これ終わったな。あー、終わっちゃった。初めてのゲームオーバーですね。安心しろ、すぐには殺さないわ。あらゆる悲しみ、苦しみ、そして恐怖を味わわせてやる。わらわの計画に逆らったことをたっぷりと後悔するがいい。ふふふ、あはははは。あらら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 。
ゲームオーバーではなかったぞ。ふん、バカな奴ら。姉上、どうするつもり？この方たちをお助けしましょう。無駄だと思うけどな。それにこいつらを逃がしたりしたら姉上が。大丈夫よ、私は。それにこの人たちなら賢者様を助け出してくれるかもしれない。頼むぜ。お、なんか囚われてたんだね。大丈夫ですか？さあ急いで宮殿からお逃げください。そしてできることなら命の賢者様をお助けしていただきたいのです。命の賢者様は計画に反対したため嘆きの山に幽閉されて。お願いです、どうか賢者様を。お腹が鳴っちゃった今。そうはさせぬ。お腹出てきた。これ以上お前たちに私の邪魔はさせぬ。ここいらで消えてもらうとしよう。行きません。やめろ。はっ。ふっ、よかろう。そいつらの命は助けてやる。その代わりあなたには力を貸してもらうぞ、サラ。さあお前たちがどうやってこの時代へ来られたのか教えてもらおうか。なんだなんだ、来た。ほう、こんなところから。さあサラ、そいつらを、こいつらをその中に放り込んだらそこに結界を張るのだ。い、嫌です。私の言う通りにしなければその者たちの命はない。わかりました。あ、ここに来れないようになっちゃう。はっ。なんかこんな時にでもゾロのポーズを決めていたな。おお、なんか喋ってる。あ、これは、あー、ごめんなさい。なんてことじゃ。この有権者、命だけは助けてくれたが、どうも臭いぜ。あいつら、ラボスの力、吸い取ってた。吸い取られたら、ラボス、弱ってないか？そういえば、このペンダントで開いた紋章のついた扉、お前たち、あれをどこかの時代で見たと言ってなかったか？あー、未来だ。そうだそうだ、未来で見たわ。なんか親切に見せてくれましたな。あ、なんかいる。ドゥルルル。あったね、あったね。なんか誰かいるね。あれ何ドームだっけ。行ってみるしか手はないな、ゾロの。おうよ。ちょっとね、ちょっと、もっとやりたいことがあったんだけどな、あそこで。エーテル買っとけばよかったな。そうか、もうこんなすぐに行けなくなっちゃうんだね。というわけで、ここか。あ、てか、この、なんだ、騒ぎがあった後のみんなの話を聞いてないぞ。変な石見つけた。持ってると気持ち悪かった。すぐ捨てた。何？何の石だ。寒くなった。モンスター減った。動物も減った。はっ、もう影響が出てる。元気の水取れなくなった。こんなこと初めて。何？ちょっと異変が起きているぞ。そうか、ラボスがなんか吸い取ってんのかな。来
ってみてよかった。ブル、寒い。風邪ひくなよ。大きなヒラボス、あれ落ちてきた。寒くなった。ゾイラ市長辞めた。今、キーの市長。あ、間違えた。州長。これだ。ドリストンか、ドリストン棒。ほほほほ。太古の剣。おそらく、ティラン城攻略の時に集めてればよかったかな、みたいな、そういう、あれですかね。首長のテントということは、ここにキーノがいるんだな。ちょっと挨拶してこう。ゾイラ、元気か。キーノ、元気。ラボス落ちた。恐竜人滅んだ。よかった。けど、あれから寒くなってる。狩り、あまりできない。でも、キーノ、負けない。ゾイラ、心配、いらない。キーノ、任す。任すか。いやー、頑張れ。頑張れ。というわけで、未来に行かなきゃいけないので、あった。よし。飛び降ります。あー、危ねー。久々に戻ってきましたって、なんかこんな少なかったっけ。よし、戻ってきた。この辺で一回終わりにしたいと思います。それではまた、バイバーイ。